まあ、問題集をねどれやるかとかを悩んでる、場合の、人に言っとくと、はい、やっぱねその終わって完璧になるのが一番いいんですよ。あ、そうですね、うん、これちゃんと分かっといてほしいですね。そう、でそのかつの中森です。武田塾教務の高田です、うん、中森先生、はい、今回もアンケートを皆さんにやっていきましょうか。はい、で受験生のみんなが気になるのは武田塾チャンネル見てて独学してます、うん、じゃあみんなどこで勉強してるのってのはすごい気になると思うんですよね。確かに、うん、でじゃあ武田塾チャンネル見てる視聴者の皆さん、どこで自習してますか、どこで勉強してますか、うん、1自宅、うん、2塾や予備校の自習室。なるほど、うん、3学校や図書館、うん、4飲食店、はい、カフェとか、うん、5その他。その他どこ？寺とか寺とか外とか電車の中とか。あーなるほどね。まあ皆さんがこう、うん、どこで勉強してるのかっていうのをアンケート取って、うん、あ、武田塾チャンネル見てるみんなこんなところで勉強してるんだっていうのをちょっと確認したいなと。確かにみんなでちょっとねシェアしたいなと思いますね、うんうんうん、ぜひ皆さんアンケート答えてください。はい、お願いします。では、はい、今日も質問が届いてます。はい、はい、国公立医学部医学科志望の高3です、はい、数学の基礎問題成功を終わらせた後の問題集で、うん、キャンパスか入試の革新か標準問題成功かで悩んでいます。どれにすればいいでしょうか。なるほどね、うん、参考書のチョイスの質問ですね。うん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 、基礎問題成功終わりました、その後何やればいいんだっていう、これみんな気になるところやと思うんですけど、うんうん、まあまずキャンパスはさ過去問集じゃないですか、はい、基本的に、はいはいはい、だから使うとしたら標本か革新やった後だとは思う。なるほどなるほど、うんうんうん、まあ、なので、はい、まず革新か標本をどっち使うかって話、標準問題成功どっち使うかって話なんですけど、これは今高3だったら革新でしょうね。なるほど、革新標準編、うん、時期も考えての革新チョイス、うん、これどういうことでしょうか。単純にだって表も3冊あるからね、 1A、2B、3で、はい、で、あれ3冊足したら結構なやっぱ問題数になっちゃうんで、まあ、革新は多分ね表紙問題成功1冊分ぐらいなんですよ。そうですね、うん、ギュギュッと詰まってます。そう、はい、だから多分ね革新終わんない、あ、表紙問題成功終わんないと思うんだな、これはね。かなり時間かかるんで入試間に合わない可能性ありますね。3だけやるとかならまだしもね、うん、なので、まあ、革新標準編かなと、うん、まあ、これだったら、まあ、理系の革新だと思うんで、まあ150代なんで、150代ですね。まあね、2ヶ月、3ヶ月あれば十分終わりきるかなと思うし、はい、まあね、例えば8月から入るとしたら、まあ、8、9、10あたりでとりあえず仕上げて、まあ、その後キャンパスに入れればやっていく感じだけど、キャンパスは最悪3だけでもいいかなっていう、うんうんうん、それはもう革新ガンガン回した方がいいかなっていうところですかね。なるほど、これちょっと技ありな戦略ですね、うんうんうん、基礎も終わらせた後、まあ、革新か標本かで数学の解き方、数学の入試レベルの問題の解き方を身につけてほしいと、うんうん、で時期考えて今考えられる量だったら革新だと、うん、でその後、まあ、苦手分野とか、うん、あの数3のよく出る分野とかをキャンパスで追加でやっていくのがいいんじゃないかと、うん、そうですね。で、まあ、問題集をねどれやるかとかを悩んでる、場合の、人に言っとくと、はい、やっぱねその終わって完璧になるのが一番いいんですよ。あ、そうですね、うん、これちゃんと分かっておいてほしいですね。そう、でそのかつできれば優先順位の高い分野からやりたい、うん、だから数学だったらやっぱね大問の構成にもやるけど、理系だったらやっぱ3が出やすいわけじゃないですか。3が出やすいです。で物理だったら力学が出やすいとか、はい、科学だったらそのね、ここだと、まあ、有機科学がいっぱい出るぞとか、うん、理論が出やすいぞみたいなんで結構カテゴリーがあると思う。あります。それがあるならやっぱ優先順位高いやつから順にやっていくっていうふうに意識を向けた方がいいかなっていうふうには思います。はい、まあもちろん、うん、その予想が外れた場合は大ピンチになるので、やれるうちはちゃんと前半に網羅した方がいいけど、それはやっぱ残り時間との兼ね合いになるんで、基本的に終わるものでちゃんと選択して一個一個を潰していこうねっていう感じですね。はい、はい、じゃあこれ質問してくれた人の今後の方針がこの動画で立ったと思うので、はい、ぜひ完成度高く仕上げていってください。はい、お願いします。今回は以上です。武田塾スタジオコース、毎週水曜日20時から生放送やってます。武田塾の指導の様子を完全生公開、質問も生で返しちゃいます。ぜひ見に来てね。さらに武田塾では無料受験相談をやってます。一人一人に合った勉強法も教えます。
最寄りの武田塾の校舎までお問い合わせください。